これがほんでね、この24番がね、ドッジボールなんですよ、クニオ君の。ネオジオにね、クニオ君シリーズ出てましてね、初めてやるんですけど、ちょっとやってみましょうかね。まあ、あれでしょうね。これは外国版なんで、タイトルがスーパードッジボールになるんですね。熱血高校ドッジボール部じゃないんですね。これで、ね、貴重ですね。これ、なかなかできないですよ、これ。ああ、チームを決めるわけや。リキやな、これ。これ女の子のチーム。まあ、とりあえず、国尾くんのチームでいいか。なんでしょう、この後ろの二人は。これ、ちょっと待ってよ。あ、これあれか。ドッジボールって言ったってあれなんやね。なんていうの、格闘っぽい感じなのかな。ああ、爆発した。ボールが爆発すんの。爆弾なんか、これ。このボールは。ぶつけ合いのゲームなんやね、ドッジボールっていうよりは。ああ、もう終わってもうた。ヒットポイントなくなったら死ぬっていうのは同じですね。これジャンプ。あ、パスか、これ。ボタンがわかんないんですよ、初めてなんで。ちょっと休憩やて。あ、これがジャンプか。ああ、やられた。投げるのどうすんの、これ。挑発みたいなもんか、あれ。あ、これボタンか。このボタンが。まだね、ボタンがね、ボタン配置がつかめてないんですよ。これがジャンプで。ああ、パスしてもうた。ジャンプボタンって同時押しなんでね。ちゃんと押せてなかったら、ああ、ジャンプにならない時があるんですよ。ジャンプしながら、こう、打つことによって刺さりになるんですけど、あー、タイムアップや。リキのチームでやってみましょうか。そうやった。ゲーム撮ってたわ。じゃあ今回これで、終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。この前にちょっと前回ね、中途半端に終わったネオジオのね、ドッジボールをね、クニオクのドッジボール途中でやってる途中でね、ちょっと終わっちゃったんですよ、なんか前回ね。その続きやりますかね、先にね。
はい、じゃあやっていきますね。はい。前ね、この利休で やろうとしたところでちょっとね、終わりっていうかやめたんで、ちょっとね、途中で休養ができたんでね、ちょっとあの時は急にやめたんですけど。これ、うわ、ちょっとまた。操作がね、なかなかちょっとね、操作がなかなか覚えられない。これがジャンプか。ああ、そっか、ダメやな。あれ？ A ボタンがA ボタンが投げじゃないのか。難しいなぁ。あれ？ B ボタンが掴むんじゃないのこれ。ボタンのあれが覚えられないなぁ、これ。うわ、何もできないわ。あ、これがジャンプか。Y がジャンプ。ああ。操作が覚えられないねなあ、その前にな。何もできないわ。あ、間違えた。続けるよな。まあ一応国にもう一回しようか。どうすんのかな、受けるのがどうやるんやろ。これパスか。あ、 A で投げるのか。ということは A で受けるってことかな。 A で受けるのかな。あ、 A で受けんねや。そうか。ちょっと待って。 Y がジャンプ。あー、やりづらいなこれ。Y ジャンプで、あれ？なんでやられんの？こっちボール持ってんのに。これジャンプやろ？あ、そういうことか。長いこと持ったら爆発するんや、ボール。すげえむずいやん、じゃあ。ああ、やられた。ああ、やられた。あかんな、難しいな、思ったより。あ、こっちが持ってんのか。ああ、倒した。こうやって倒すこともできるよね、うまくやれば。ああ、タイムアップや。キャラクター別の変えよう思ったら、国を A ボタン押してもらってるやん。
倒した。なるほど、こういうことか。あー、外からやられた。難しいな、やっぱり。あ、危ね。おお、初めて勝った。サブか。サブね、一応ね、元ラスボスっていうかね、まさかサブがこんなドッジボールに参加するとは思わなかったね。つうことはヤクザってことか、これ敵は。必殺技、ピストルみたいになってる。ああ、もう国王がやられたらもうこれやばいよね。お、倒した。うわ、必殺シュートやってきやがった。ああ、やられた。はい、大体わかりました。はい。じゃあ違うゲームいきます。